バラトプル王国は北インドのバラトプル地方に存在したヒンドゥ王朝。首都はディーグ・バラトプル。1805年以降はバラトプル半王国となる。王国の首都はディーグであったが1733年にスーラジマルがバラトプルを自身の拠点とするとバラトプルに選都された。バラトプル王国の前身は北、インド、 マットラーのザミンダールであるゴークラーが18世紀にジャート勢力を結集し、ムガル帝国の皇帝アウラング西部に抵抗を始めたことによる。1669年にゴークラーはマットラーを中心に反乱を起こしたが、1670年に鎮圧され、その体は八つ咲きにされた。だが、ゴークラーの意志はラージャラームに引き継がれ、1685年に、 マトゥラーを中心に反乱を起こして、ゲリラ戦法を売ると同時に略奪を重ねた。アウラングゼーブがデカン戦争で不在のさなか、ジャートがデリーとデカン高原をつなぐ行動で略奪を始めたことで、1687年にアウラングゼーブは秩序回復のために軍を派遣した。だが、ジャートはこれを打ち破り、さらに1688年には重税を理由にアクバルビを略奪し、 意外を焼いた。同年7月4日、ラージャラームが帝国軍に殺害されると、アウラングゼーブはアンベール王国のビシャンシングをマトラーのファウジュダールに任命し、この地域のザミンダーリーも与えた。ジャートはチューラーマンに率いられカタクナに抵抗し、1691年に指導者らは降伏したが、ジャートの民は略奪を続けた。1707年、アウラングゼブが死ぬと、 その後継者バハードルシャ一世はチューラーマンと手を結び、宿教の指導者バンダーシングバハードルの討伐に参加させた。アーグラ付近に勢力を持つ反独立の領主チューラーマンは帝国の貴族から見ても手を結んでおきたい存在であり、1712年に政権を握ったズルフィカール・ハーンが、その後1713年に政権を握ったサイド兄弟も彼と手を結んだ。 1721年9月22日、チューラーマンが毒殺されると、バダンシングが後を継ぎ、翌1722年にアンベール王、ジャイシング二世は彼を独立した支配者として認めた。これにより、ジャート勢力は、明日ともに帝国から独立し、バラトプル地方に王国が誕生した。スーラジマル1755年5月21日、バダンシングが死ぬと、 彼を支えていた老いのスーラジマルが王位を継承した。彼はと自身の拠点バラトップルに移動するとともに、領土の拡大に乗り出した。彼は、ロータク、アーグラ、ドールプル、メーラトなどを中心に、ゲンハリアーナー州南部に至る広大な地域を支配下に収め、王国に最盛期をもたらした。だが、1763年12月25日、スーラジマルは、 ローヒラー族のナジーブ・ウッタウラとデリー近郊で戦った際、副兵の攻撃にあって死亡した。死後、ジャワー・ハルシングが王位を継承したが、王国は次第にショーザ・ミーンダールの間に分裂していった。1803年、第2次マラーター戦争が勃発すると、バラトプル・ハン王国はマラーターのホールカルケに味方し、1805年1月にイギリスに 首都バラトプルを包囲された。イギリスはバラトプルに攻撃を仕掛けたが、必死の抵抗もあって陥落させることはできず、イギリス軍は撤退した。だが、同年4月27日にバラトプル王、ランジートシングは、イギリスと軍事保護条約を結び、バラトプル王国はイギリスに従属する反王国となった。1947年8月15日、インドパキスタン分離独立時、 バラトプルハン王国はインドへと帰属した。パート3チャンドラ中世インドの歴史 P362 ロビンソンムガル皇帝歴代史 P362 時、チャンドラ中世インドの歴史 P362 チャンドラ中世インドの歴史 P362 チャンドラ近代インドの歴史 P4 チャンドラ近代インドの歴史 P6 チャンドラ、近代インドの歴史、P8 バート2。チャンドラ、近代インドの歴史、P25 ハットバート3。チャンドラ、近代インドの歴史、P25 ハットバート3。ありがとうございます。